東宮山古墳は、愛媛県四国中央市面取城にある古墳。形状は円墳、または前方後円墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、妻取陵墓参考地として、陵墓参考地に示定されている。愛媛県東部、鳳凰山脈の内海斜面において、独立丘陵の東宮山の頂上付近に、築造された古墳である。現在は、古墳北側に、東宮神社が鎮座する。1894年に発掘されて、多数の副葬品が出土しているほか、1959年2013年に調査が実施されている。現状の墳形は楕円形であるが、もともとは前方部を北東方向に向ける前方後円形であった可能性が指摘される。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、北西方向に開口した。石室内からは、明治期の発掘の際に、内向家紋鏡、広下対二山式冠をはじめとする豊富な副葬品が出土している。この東宮山古墳は、古墳時代後期の6世紀代の築造と推定される。実際の被葬者は明らかでないが、木梨慶美子の墓とする伝承がある。当時の有力主張墓と想定され、付近に所在する、ほぼ同時期の卿が、岡古墳と合わせて、馬平野における、主張墓の変遷を考察する上で、重要視される古墳になる。想定前方部から、想定後円部を望む、手前右に、東宮山2号箱式石棺。現状の墳形は楕円型で、最大径 14.6 メートル、高さ 3.3 メートルを測るが、周囲の墳丘は、作兵を受けていることから、本来の墳丘はさらに広がる規模になる。また近年の調査によれば、墳丘の北東側の斜面は緩やかであることから、もともとは北東側に前方部を伴う前方後円墳であった可能性が指摘される。墳丘の墳頂には、緑泥片岩の遺体師による組合式石棺一基が存在するが、この石棺は安政年間に隣接平坦地北宮から移築したものという。石棺内からは、弥生時代の銅鉾が出土したという。また、墳丘北側の広場中央では、上とは別の東宮山2号箱式石棺も依存する。主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、北西方向に開口した。石室の規模は次の通り。古墳からの出土品は次の通り。関係略系図東宮山古墳の実際の被葬者は、明らかでないが、第19代、陰陽天皇皇子の木梨慶美子の墓とする伝承があり、宮内庁では、陵墓参考地に示定している。日本書紀によれば、木梨慶美子は、陰陽天皇第一王子で、陰陽天皇23年に立太子したが、同母妹の慶大老王女との愛姦が発覚したことで、美子は、伊予に流され、美子は皇太子であったために刑を免れた。そして陰陽天皇崩御後に、第三王子の穴穂王子との間で皇位を争ったが、敗れ、逃げ隠れた、物部大前宿根の家で自害したという。また、古事記では、陰陽天皇崩御後に、木梨慶美子は失脚し、大前小前宿根の家に逃げ込んだが捕らえられて、伊予の湯に流刑となり、その後を追ってきた慶大娘王女と自害したという。日本書紀、古事記のほか、延喜式所領料では、草書の記載はない。本古墳が、木梨慶美子の墓であるという根拠は明確でないが、当地では本古墳を墓所とする伝承が古くから存在した。1874年の陵墓取り調べ指示に応じて、東宮神社士官からその旨の報告があった後、1894年に地元民による発掘が行われ、1895年に、陵墓参考地として保存することが決定されて、現在に至っている。なお、木梨慶王子、慶大娘王女の墓については、慶の神社の肥沃塚とする伝承もある。ありがとうございます。